プロデューサーじゃないか。おはよう。今日はすがすがしい朝だね。私がモテモテハッピーになるテーマを選んでくださいよ。
か、ちょっと考え事をしてただけなんですけど。モテモテでハッピーなライフをゲットするには何が必要なのかなって。最近ミキ先輩のことを観察してるんですけど、なんだかよく分からなくって。どうやったらモテモテハッピーライフをゲットできると思います？それはもちろん、ミキ先輩みたいにモテモテで毎日がハッピーなことですよ。なんていうか、そういうのとは違うんですよね。それに、アイドル活動を頑張るってレッスンが増えるってことですよね。それも嫌だな。そんな、私だって毎日ルミナスの活動を頑張ってるんですよ。あ、でも最近ハッピーライフには近づいてるなって感じます。わからないですけど、今はハッピーライフって感じですよ。例えばお仕事で可愛い洋服を着れたり、プロデューサーさんからプレゼントをもらえたり。だけどモテモテライフの方は全然ダメなんですよね。プロデューサーさん、モテモテになる方法って知ってますか？プロデューサーさんにもわからないことってあるんですね。でも正直に答えてくれて嬉しかったです。嘘をつかれるのって嫌ですからね。いつかプロデューサーさんにもモテモテになる方法がわかる時が来るといいですね。私、よくわからないですよ。あ、プロデューサーさんが知らないなら、ミキ先輩とか他の子にも聞いてみよっと。プロデューサーさん、私、行ってきますね。プロデューサータスクの進捗を確認しましょう。進捗確認は以上です。プロデューサーさん、今日もお疲れ様でした。